というのは本当に後を絶たない怒りを覚えるほどなんですが、皆さんどんなものがあるのか、その手口を知って騙されないようにしっかりと気をつけてください。広島放送局の後藤祐介記者に伝えてもらいます。後藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは電話やメールでの詐欺についてです。昨日お伝えした手口は、コロナウイルスが流行しているので高齢者に電話していますという電話から還付金詐欺にあったり、家族の構成、年齢などを聞き出すというものでした。後藤さんの取材ではどんな手口がありましたか？はい、はじめは電話やメールでこんな案内が来るところから始まります。はい、例えばそちらの家の水道管に新型コロナウイルスが付着しています、点検の必要がありますという電話です。これだけなら詐欺だと分かりそうな気もしますが、はい、厚生労働省の感染症対策推進本部が重症化のリスクが高いとしている高齢者をターゲットに、こんな電話が、市役所の職員です、流行しているので気をつけるように電話していますといった内容がかかってきたらどうでしょうか。市役所の職員という信用してしまいそうな職業、それから名前を出すのが特徴なんですね。そうですね。その他にも業者を名乗る男から行政の委託を受けて自宅の消毒作業をしていますという電話が80代の女性の自宅にかかってきた例もあります。この女性が費用がいくらくらいになるのかと尋ねると、面積によって違うなどと容量を得ない答えが返ってきて不審に思ったということです。コロナウイルスの消毒を謳ってますが、これコロナウイルス他のものに入れ替えてもあったような気がする、どこかで聞いたことがあるような手口ですよね。そうですね。国民生活センターによりますと、こうした手口は消毒作業の名目などで多額の費用を請求したり、盗みに入る前に住人が家にいるかどうか状況を探る、いわゆるアポ電と呼ばれる手口だということです。今